ロート製薬本社、ロート製薬共用事件は、日本の右翼系市民団体、在日特権を許さない市民の会と、チーム関西の元幹部ら4名が、ロート製薬株式会社による、韓国人女優キムテヒの CM 起用に抗議するとして2012年3月2日に、同社本社を訪れ、従業員を脅迫して、竹島の領有権問題及びキムテヒ起用の是非に、 関する同社の見解を回答するよう求めたことにより、強要罪に問われた事件。フジテレビ抗議デモと並んで、2010年代の右翼による抗議行動の中で有名な事例に挙げられる。2012年2月2日、ロート製薬は女性用スキンケアブランド、雪心地の導入を発表し、前年10月クールに放送されたドラマ、僕とスターの99日で主演を務めた。 韓国人女優キムテヒを CM に起用することを決定した。キムテヒは2005年にスイスを訪問した際に竹島の領有権アピールを行っていたためネットユーザーを中心に CM 起用への批判が相次ぎ2月21日に行われる予定だった。CM 発表会見は中止された。新作映画に関するキムテヒのインタビュー映像に日本人は醜い猿じゃないですか。 日本は韓国よりも劣っている発展途上国です。などの字幕を被せた動画を捏造してアップロードするネットユーザーも現れた。在特会で関西支部会計、京都支部長を歴任した活動家の西村人氏は、ロート製薬のム務ヒ企業に対する抗議活動を行おうと考え、チーム関西元代表の荒牧康彦、チーム関西のカメラマン松本修一と共に、 大阪市行野区にある同社本社を訪問する計画を立てた。2012年3月2日に西村人志、荒牧康彦、松本修一はニコニコ生放送で西村人志らの講義予定を知り参加を希望した大阪在住の元在特会メンバー三吉康弘を加え、ロート製薬の本社を訪れた。応接室に通された4人は応対に現れた担当社員に対して 竹島は、どこの国の領土か、反日活動家のキムテヒを、今後も CM 起用するつもりか質問し、同社の見解を2週間後の3月15日までに、メールで回答せよと要求した。4人の中で、最も積極的に発言した、西村人氏は、金持ち喧嘩せずのフリすんな。このヘタレが、こら、お前国家転覆させようと思うと、んのか。 何がいかん誘致させようとしとんのか。この会社はアホんだら何歩でも呼べ、警察でも右翼紹介するから右翼の事務所業って言え。竹島はどこの領土かわかりませんって言えや、そやったら、きついとこ紹介したるわ。アホちゃうけ、調子乗ったらあかんぞ、こらなどとしきりにやつ的に G 行動し、フジテレビ講義でもや顔講義でもの例を挙げて、 ロート制約への抗議でも実施をほのめかした。これに対して担当社員がお言葉遣い、ご配慮いただけますかと自制を求めたところ、西村人しはなんで、俺、こういう喋り方やねん。親譲りやねん。ということは、俺の親否定してるのか。な、俺の家同話やから俺のとこばかにしてるのか。同話教育いるんちゃうか。ここも、同話教育の担当おるやろ。 そんな発言したらあかんで、あんた、差別だよそれ、差別、謝りなさい、今、俺の文地に対しての差別、謝りなさいなどと述べ、さらに威圧する姿勢を見せた。荒牧康彦は、上述した字幕を、キムテヒの発言であるとして読み上げ、重ねて、担当社員に回答を要求した。カメラマンの松本修一は、担当社員らの要請を拒否して、 面談の様子をニコニコ生放送で中継し、このカメラの裏に5万人くらいいると思ってくださいと述べた。三好康弘はあまり発言をしなかったが、西村人志らの発言に合いの手を入れ担当社員に回答を要求した。面談後、松本周一はニコニコ動画に面談の一部始終を映した動画をアップロードした。事件直後の2012年3月4日、 西村糸氏は改めてロート製薬に対する質問状を送付し、竹島はどこの国の領土か、キムテヒの行為は反社会的活動ではないのか、キムテヒの CM 起用は社会貢献活動の推進という動社の掲げる目標に反するのではないか、今後もキムテヒを起用し続けるのかの各質問に対して回答するよう要求した。これを受けてロート製薬側は、 社内会議を開き、3月15日付で、竹島は日本の領土であるという政府見解を支持する、義務的個人の考えについて、当社では回答できない。CM は商品の訴求を目的とするもので、商品戦略に基づいて適宜変更するとの回答を行った。西村人氏は特に後者の回答に対して、不満を持ち、さらなる抗議活動を計画した。 3月19日、西村人氏、松本周一は、在特会奈良支部長をはじめとするチーム関西のメンバー5名を引き連れ、再びロート製薬本社を訪れた。ロート製薬側は、敷地内への立ち入りを拒んだため、西村人氏は本社前の路上で、拡声器を用いて、外国やったら、ロートは爆破されてるぞ。販売店のロート製薬の商品を全部燃やされるぞ。 目に物見せなあかんのか。お前らぶち殺すぞと、俺の友人が言ってましたけどね、などと叫び、質問状の受け取りを要求したが拒否された。西村人志はさらに、質問状の受け取りを拒否したということで、我々は、ありとあらゆる抗議手段を用いることになります。他団体が来るということになる。僕は知りませんがと述べ、抗議活動がエスカレートすることを示唆した。 西村糸氏が示唆した通り、この外線以降に、在特会や、それと、友好関係にある行動をする、保守所団体による、2012年5月10日、大阪府警察捜査4課は、西村糸氏、荒牧康彦、松本周一、三好康弘の4名を強要罪の容疑で逮捕した。在特会や、新上位運動廃害者などの右派系市民団体は、これを不当逮捕だと主張し、 西村人志らが交流されている警察署前で抗議外線を行った。また上述した抗議外線、抗議デモの場や在特会、チーム関西の公式サイト上で訴訟費用の看破や署名への協力が呼びかけられた。その後5月30日付で4名とも起訴されたが、このうち荒牧安彦は以前に起こしていた風営法違反、 公務執行妨害事件についても合わせ適訴され、併合審理を受けることになった。大阪地裁で行われた公判では、全員が無罪を主張した。なお2012年8月7日の初公判以降は、被告人ごとに公判を分離して行うこととされた。西村人氏は、通常のクレームの程度を超えない、正当な抗議活動だと主張したが、大阪地裁は12月18日、 右翼団体や抗議デモが押し寄せることを示唆するなど、社員を脅迫したのは明らかで、突然を仕掛け、脅し上げる行為を合法とみなす余地はない。他人を傷つけることを顧り見ない悪質な犯行で、放置すれば、社会への脅威になりかねないと指摘し、懲役1年の実刑判決を言い渡した。西村人志は控訴及び上告したが、実刑判決が確定し、 京都朝鮮学校公園専用抗議事件、徳島県教祖業務妨害事件で受けた、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決について、執行猶予が取り消され、収監された。荒牧安彦については上述したように別事件と、併合されたため訴訟の進行が、他の3名より遅くなったが、大阪地裁は2013年5月1日になって、 自らの活動目的のために他者を傷つけて、帰り見ない犯行。放置すれば、社会に対する深刻な脅威となりかねないなどとして、懲役1年6月の実刑判決を言い渡した。荒牧安彦は控訴せず、京都朝鮮学校公園専用抗議事件、徳島県教祖業務妨害事件で受けた、懲役1年6月、執行猶予4年の有罪判決について、 執行猶予が取り消され、収監された。松本周一は、直接に、脅迫や罵倒をしたわけではないと主張したが、大阪地裁は12月21日、無断撮影やインターネットへの送信行為は、被害者に相当の圧迫感を与えるものであり、共同正犯としての在籍を免れないとして、懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。三好康弘は、 要求は会社に対するもので、個人を対象とした、強要罪は成立しないと主張したが、大阪地裁は11月1日、目標達成のため、竹島は、どこの領土や年、などと担当者を動き鋭く威嚇し、強要行為であるのは、明らかとして、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。今回の事件については、在特会との関わりのあるグループ内でも、 発言や行動に対して賛否が巻き起こった。在特会を筆頭とする行動する保守の多くは、西村人氏らの行為を称賛し、逮捕、起訴は不当だと主張した。西村人志、荒牧安彦が、かつて所属していた、主権回復を目指す会は、きっついよく紹介したるという言葉で相手を屈服させようとした、愛国市民運動の面よこしだと、西村人氏の言動を厳しく批判した。 またチーム関西のメンバーとして西村と志らと共闘していた歴史鉄道を正す会の代表は逮捕リスクのある活動に心積もりのできていない三吉康弘を同伴させた西村と志らの行動を軽率だと批判している。2012年12月21日に公表された内外情勢の解雇と展望において当事件は排外主義的主張を掲げインターネットなどで 活動参加を呼びかける、右派系グループが起こした事件の一つとして紹介されている。ありがとうございます。